はい、今回はですね、野外でですね、ちょっとだけね、休憩、運動をしながらですね、コマネチスクワットをしながらですね、プロ野球選手のね、古いちょっとね、昔のプロ野球のあれなんですけどもね、ちょっとだけモノマネ、振りマネっていうか、はい、これは誰でしょう？はい、モノマネ定番なのでしょうかね、これは。はい、このバットを寝かせて、カキーン流したって、これは、イチロー選手です。イチロー。はい、次。お、なんて言ったんでしょうかね、今ね。見てみましょう。まあ、土を鳴らしています。お、バットを伸ばして、お腹を出して、もう一回出して、バットをうねうねさせて、流し打ち！はい、これはさ、元中日ドラゴンズ、巨人にもいましたけどね、落合選手ですね。これは、これはわかりますね。元巨人、阪神の小林選手っていたんですけどもね、特徴的な投げ方でした。はい、これは誰でしょう。振りかぶって投げた、打たれた、ホームランです。これはあの伝説の江川ですね。怪物くん江川ですね。はい、今何つったんでしょうね。もう見てみますか。お、背筋を伸ばして、くねくね、背筋を伸ばして、うん、お、肩に首をうなずいて、カキーン、ホームラン。これは、松井選手ですね。多分ね。はい。この一本足打法は、ヘルメット抱えた王選手でしょうね。これはね。はい。続きまして、王選手といえば、この伝説の投げ方。2回投げた。サードからファーストへのランニング。長嶋選手ですね。さっきとちょっと似たような感じですけども。八重樫かなこれ。八重樫。はい。なんて言ったんだろうなこれ。ウンチングスタイルからの。流したホームランか。一塁回ってガッツポーズ。クロマティですね。昔ジャイアンツで大活躍しました。次は続きましてなんだろうこれは。ちょっとやるのに。牽制球？ここで牽制球か、ファーストへの牽制球か、誰のモノマネなんだろう誰のモノマネなんだろうこれは。ちょっとやるのに困って、ちょっとね、牽制球今投げてましたけどもね。続きまして、なんだろうこれ。迷ってます。何をするか迷ってますね。はい。どうしようかな、もう。どうしようかな。頭にコツンコツン言いました。昔いましたね。名前忘れましたけどね。はい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 。さあ、もうやるネタがなくなったんでしょうかね。はい。キャッチャーのサインを覗き込んでる。誰なんでしょう。振りかぶって。投げた！おぉ、江川かな、このキャッチャーからの返球を受け取るシーンか、江川なのか。まあ、これは江川っぽいな。ということは最後に、打たれるのは、ホームランということで、はい、この辺で終わりにします。ありがとうございます。失礼いたします。最後までありがとうございます。失礼いたします。